ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前、美術館と博物館を往復したんだけど、日本には本当に古代の謎を示すようなお宝がたくさんあるわよね。世界中にもちろんそういうお宝があるんだと思うけど、私そういうの見ると感動しちゃうのよ。確かに古代から残されているって考えただけで感動もんだよな。実は日本には古代中国のお宝がたくさん眠っているとされていて、しかもその古代中国のお宝は中国には残っておらず日本にのみ残されているというんだ。え、中国のお宝なのに日本にだけ残っているの？そんなことありえるのかしら？しかもその古代中国のお宝は歴史の謎を解き明かす上でかなり重要なものとされていて、何よりすごいのが日本の保管技術なんだぜ。これは世界からも絶賛されているほどなんだ。まあ確かに古代のお宝が今でも残っているって時点ですごいことよね。マリサ、その日本に眠る古代中国のお宝についてもっと詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回はなぜ中国の重大国宝が日本だけにあるのかについて話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。では早速現在日本にのみ残されている古代中国の国宝について紹介していくが、中国から持ち帰られた宝物の中でも特に貴重な10点の文化財は重大国宝と呼ばれている。これについて一つずつ説明していくぜ。まず一つ目は？最初に紹介するのは螺鈿紫檀の五弦琵琶だぜ。これは楽器？古代にこんな綺麗な楽器があったのか。これは琵琶という楽器で、唐の時代に伝わってきたんだけど、普通は弦が4本であるところ、5本あるのが特徴で、もちろん世界で一つしかないんだ。あ、名前にも五弦琵琶って入ってるもんね。かなり珍しいものってことがわかるわ。ところで螺鈿紫檀っていうのはどういう意味なのかな？まず螺鈿は貝殻を切って貼る細工のことで、紫檀はこの琵琶の材質を表している。この紫檀は南方、熱帯由来の木という意味があり、これはよく仏壇なんかにも使われるんだ。へえ、そうなんだ。もともと聖武天皇が収集していたもので、天皇の死後も奈良の東大寺正倉院に隠され、なんと1000年以上放置されていたんだ。1000年も？これは今も正倉院に保管されているのかな？もちろん、正倉院にはこれだけじゃなく数えきれないほどのお宝が眠っているんだが、その中でもこの螺鈿紫檀五弦琵琶は最高級の貴重な宝物と言われているぜ。見た目からして綺麗だし、貴重なものだったのもわかるわ。じゃあ二つ目は？二つ目に紹介するのは曜変天目茶碗だ。これは南宋時代である1127年から1279年に作られたと考えられていて、きちんと形が残っているものは日本にある3点のみなんだぜ。そんなに貴重なものだなんて知らなかったわ。この曜変っていうのはどういう意味があるのかしら？もともとは曜変を意味した言葉があり、文献で星または輝くを意味する曜の字が当てられるようになるのは15世紀前半頃からだな。室町時代の文献訓大観総長期において曜変は、唐物茶碗土のもののうち最も貴重で高価な茶碗として分類格付けされてきたんだ。土のものって陶製の茶碗のことを指すのよね。今はこの茶碗、どこにあるのかな？現在は東京の静嘉堂文庫美術館、京都の大徳寺陵公園、大阪の藤田美術館所蔵に各1碗ずつ保管されている。見た目もめちゃくちゃ綺麗だし、ぜひ機会があったら一度は見てほしいんだぜ。これは絶対に実物を見てみたいわ。じゃあ三つ目は？三つ目に紹介するのは漢の和の七の国の王金印だぜ。これは知っている人も多いのではないだろうか？これは学校の授業でも出てくるし、確かに知っている人は多そうね。もちろん私も知ってるわ。これは五漢時代の西暦57年に作られ、五漢の後部帝から九州地方に存在したとされる七国王に贈られたものだ。今から約240年ほど前の江戸時代、1784年2月23日に現在の福岡市東区鹿の島で発見されたんだぜ。記録によると島に住む農民が田んぼに水を引く溝を修理していたら偶然発見されたんだ。本当になんという偶然。この金印ってどんな特徴があるんだっけ？まず金印の印面には漢奈の和の国王という5文字が3行にわたって刻まれていて、つまみのデザインは、蛇がトグロを巻いて頭を印の中央部へ向ける姿をしているぜ。紐のようなものを通す穴が開いているのもわかっているな。大きさは印面が右 2.345 センチ、左 2.349 センチ、平均 2.347 センチ、総高が 2.236 センチ、重さは 108.729g で金含有率 95.1% とされている。金含有率 95.1% ってほぼ純金よね。この時代にそんなものが存在したなんてかなりびっくりよ。歴史的にとても貴重なものってことがわかるわ。現在は福岡市博物館に展示されていて、いつでも見ることができる。もし興味があったらぜひ自分の目で見てほしいんだぜ。これは死ぬまでに絶対に一度は見たいわね。じゃあ四つ目は？四つ目に紹介するのは少々画遊図鑑だぜ。これは初めて聞いたんだけど、図鑑ってことはいかな？ああ、
これは南宋時代に李氏という人によって描かれた山水画で、長い巻物全体を淡い墨で描き、輪郭や筆跡を一切つけず染め上げているのが特徴だ。現存する中国宋時代の水墨山水画の中で、最も優れた作品の一つとも言われているな。確かにこれは本当に美しいわ。ちなみにこの少々画遊っていうのはどういう意味なのかしら？少々は中国の童貞湖の美しい自然の景観のことで、画遊は伏せて旅をするという意味だ。これは各地を暗羅したが少々のみは訪れなかったことを心残りとした。雲国禅寺という禅僧のために描かれたとされている。現在は東京国立美術館に保存されているぜ。東京国立美術館なら行きやすいわ。じゃあ五つ目は？五つ目に紹介するのは騒乱城だぜ。何それ？これは王羲之の手紙の断片を集めたもので、騒乱城八行62字、二社城五行36字、徳寺城四行32字からなる行書草書作品のことだ。ちなみにこの王羲之というのは当身政治家であり書生と呼ばれる人だな。なんかまたすごい人が出てきたわね。ところでこの書生っていうのは何なのかな？書生は簡単に言えば書道の達人のことだな。書簡の最初の行に騒乱の文字があったことから騒乱城といい、東大の僧だった鑑真が日本に持ち込んだと言われているぜ。現存するものはごくわずかだが幸いにも奈良時代に日本に将来されたと考えられる模本が数本現存していて、当時代の貴重な模本が日本に現存されているんだ。なるほどね。現在、この騒乱城はどこに保管されているのかな？今は皇居にある宮内庁三の丸肖像館が保存しているな。では次、六つ目に紹介するのは観音遠隔図だぜ。これは、観音様と鶴と猿の絵かな？その通り。中央に白衣を身につけて岩に座る観音様、その左に口を開けて泣いている一羽の鶴、そして右には松の上の親子猿が描かれた水墨画だ。これらは三枚一組って感じなの？ああ、これは南宋時代の画家である木慶という人が描いた最高傑作とされていて、現在は京都の大徳寺に秘蔵されているんだ。秘蔵ってことは普段から見られるわけじゃないってこと？その通り、毎年10月の第2月曜日のみ公開されるんだ。へえ、なんだか特別感がすごいわね。さらにこの絵は室町幕府第三代将軍の足利義満にも愛されたことが分かっていて、実際にこの絵画も義満が自ら中国から収集してきたと言われているな。めちゃくちゃこの絵に対する愛がすごいわね。じゃあ七つ目は？七つ目に紹介するのは古釉だぜ。これはじと見た目を見るとわかるが虎を表しているんだ。確かに虎だわ。目と口を大きく開けて人間のようなものを抱えている？もしくは食べようとしている？というかこれは何なの？これは虎の姿をした酒を入れる青銅製の祭器だな。なんとこれは殷の時代、ずばり3000年前のものとされているんだから驚きだぜ。うわ、すご。それは貴重なお宝だし大事にしないと。ちなみにこれは現在どこに保管されているのかな？これは京都の千億博古館に保管されているから、機会があればぜひ見に行ってくれ。うんうん。じゃあ8つ目は？次に紹介するのは武順子板像だぜ。これも初めて聞いたし初めて見たんだけど、この男性は一体誰なのかしら？ここに描かれているのは武順子藩という南宋の臨済宗の高僧で、日本から学びに行った僧侶たちにも多大な影響を与えている人なんだ。へえ、日本にとっても重要な人なのね。これは南北朝時代の掛け軸なんだが、表情の細部にまで細心の注意を払っていて、この時代のものでこれに匹敵する肖像画は他にないと言われているんだぜ。確かに見た感じめちゃくちゃクオリティ高いと思ったけど、やっぱりこれの完成度はめちゃくちゃ高いんだね。現在はどこに保管されているのかな？これは現在、京都の東福寺という場所に収蔵されている。では次に9つ目に紹介するのは紅白芙蓉図というものだぜ。お、これは何か美しいお花かな？そうだ。これは芙蓉という花でハイビスカスに近い花だ。華やかに栄えるというめでたい意味を持つ花として古くから愛されてきたんだぜ。確かにめちゃくちゃ鮮やかだし綺麗な花だと思うわ。この絵はいつの時代のものとされているのかな？これは南宋時代の宮廷画家である李適という人が描いたもので室町時代頃に日本に伝来している。現在は東京国立博物館に保管されているぜ。これも絶対に自分の目で見たいわ。じゃあ最後、10点目は？最後に紹介するのは菩薩諸大経だぜ。これは人類が後世に伝える最も古い写経で、世界で唯一の西魏時代の墨とも言われていて、その価値は計り知れないものとなっているな。西魏時代ってもはやどのくらい前かわからないくらい古い時代じゃない？大体何年前くらいなの？西暦550年、今から約1500年前の話だな。ひえ、そんなものが今でも残っているなんて驚きよ。そりゃ国宝に指定されるのも納得できるわ。日本には平安時代に伝わっていて、現在は京都の知恩院という場所に所蔵されている。また京都国立博物館の特別展示で公開されることもあるぜ。どれもこれもすごいもので感動しちゃったわ。
でもこれらは古代中国の国宝なのに日本にしかないというのはなかなか不思議な話だと思うのよ。それについて何かわかっていることはあるのかな？その話をする上でまずは古代日本と古代中国の関係性について話をしよう。そもそも中国は現在の中華人民共和国のことでもあるんだが、実は中華人民共和国になってからの歴史というのは意外と短いんだ。え、そうなの？大体何年くらい？1949年10月1日に毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言したので、2024年10月で75年になるんだぜ。あれ、本当だわ。正直100年は余裕で超えていると思っていたよ。じゃあちなみに日本は何年目？日本は建国から約2700年だな。うわ、めちゃくちゃ長い。でも中国もあくまで中華人民共和国の歴史がまだ75年ってだけで、これまで名前を変えながら歴史を作ってきたわけよね。となるとそもそも古代中国っていうのは一体何なのかしら？古代中国は紀元前7000年頃から始まったとされていて、これは世界四大文明の一つとも言われる黄河文明や中国文明から始まっているんだ。そしてその後も世界有数の王朝を築いては滅んでを繰り返していたんだぜ。ああ、だから国の名前がコロコロ変わるんだね。ところで日本は昔から日本って名前だったのかな？いや、日本は昔、和と呼ばれていたぜ。中国の歴史書に初めてその名が登場したのは1世紀頃に書かれた漢書というもので、あの有名な魏志倭人伝の和は日本を意味しているんだ。確かに和は聞いたことあるけど、あれって日本を意味していたんだね。それで古代日本と古代中国にはどのような関係があったのかしら？今では信じられないが、古代日本は古代中国に索報国として仕えていたんだ。索報国っていうのは？昔、索報体制という、東アジアにおいて中国王朝を中心として、周辺諸国と形式上の関係を結ぶ体制があり、その中国王朝を宗主国とした従属国を索報国という。なるほど。それってつまり中国王朝が親で、日本とか他の周りの国たちが子分的な感じってこと？そうだな。それでこの索報国たちは中国王朝の皇帝に対し、貢ぎ物を持って挨拶しに行ったりもしていたんだ。マジで？今の日本と中国の関係からじゃ考えられないわね。当時の中国は今と全く別物と思ってほしい。そのくらい世界でも稀なほど規模が大きな国だったんだ。いやまあそれでもさ、ちなみにその貢ぎ物を持って行ったら何か見返りとかあったのかな？ああ、古代中国は貢ぎ物を持ってきた国に対して、見返りとしてあなたはその国のリーダーとして統治してもいいよという称号を与えてたぜ。あ、それってもしかしてさっきも出てきた金印のこと？その通り。また3世紀頃に書かれた魏志倭人伝には邪馬台国の女王である卑弥呼から、魏の皇帝に使者が送られたという記録も残されているぜ。そうなんだね。古代日本の情報は基本的に中国の歴史書に記載があるってことなのか。それだけ当時の中国は影響力のある国だったのね。その後日本には大和王権が成立するわけだが、その後も中国王朝の影響はかなり大きいものだった。例えば6世紀頃、朝鮮半島を通じて仏教が伝来しているわけだな。あれ、でも仏教って確かインド発祥なんじゃないっけ？まあそうなんだが、日本に伝わっている仏教は中国を経由したものだから、ゴリゴリに中国の影響を受けているぜ。なんせ当時、あの聖徳太子は中国の制度や文化を積極的に取り入れようとしてたしな。あ、そういえばそうだったわね。その後日本をさらに発展させようと、小野の妹子をはじめとする遣隋使を当時の中国である隋に派遣したんだよね。お、よく知っていたな。その後ようやく日本という国名が使われ始め、それは後の唐の時代のことなわけだ。いわゆる遣唐使の時代だぜ。うんうん、日本もようやく国家として成立し始めたんだね。まあ中国側の認識はいつまでも日本は自分たちに仕えている国って感じだったと思うけどさ。その後近代になるにつれて日本は国家形成において中国より欧米を手本にするようになっていった。とはいえ現在でも漢字をはじめ、中国から輸入した文化や知識は残り続けているし定着しているのは間違いない。だから古代日本と古代中国が切っても切れない関係性だったことは想像できると思うぜ。うん、それはかなり理解したわ。じゃあそろそろ、どうしてさっき紹介してくれた古代中国のお宝たちが、日本だけに残っているのかについて教えてほしいよ。これは例えを出した方がわかりやすいので、先ほど紹介した曜変天目茶碗を例に説明しよう。曜変天目茶碗は基本的に釜で焼くと黒や褐色に発色するんだが、何らかの条件が整った時に、ごく稀にこのような美しい瑠璃色を生み出す。毎回このデザインになるわけではないんだね。じゃあ当時の日本の使者たちはこの美しさに感動して日本に持ち帰ったってことかな？確かにそう思うかもしれない。先ほども説明したがこの茶碗、南宋時代に現在の福建省で作られていたんだが、使
作られていたのはとても短い期間だけだったんだ。え、そうなの？じゃあ数もそんなに多くないってこと？そういうことだな。中国では後に広州市で破片が見つかったぐらいで存在すら忘れられていたんだ。そんなことある？せっかくならもっとたくさん作ればよかったのに。おそらく生産地では反文がかえって評価を低くしてしまったのかもしれない。そもそも曜変天目は中国の陶工にとって曜変であり、普通じゃないこの色や反文を見て何か不吉な異変と考えられていたんだ。そのため焼き上がるなり次々と壊されていたんだぜ。ええー、こんな価値のあるものを壊しちゃっていたなんて信じられない。だから中国にはほとんど破片が見つからず、残されたわずかな茶碗が日本にやってきたのか。日本と中国でこのデザインを見ての感性が違うといえばそれまでなんだが、ちなみにさっき中国の広州市で破片が見つかったって話をしたが、もともとこの広州市は南宋の都が置かれた地で、発見された場所はかつて迎賓館だったんだぜ。つまりこの曜変天目は身分の高い人々をもてなすために使われていたかもしれないんだよな。じゃあ中国でも高く評価されたかもしれないってこと？それならどうして大事に保管しないで破壊されていたのよ。だからこそ今では大変貴重なものとして中国は喉から手が出るほど欲しがっているんじゃないか。そんなこと言われたって、日本人は昔から感性豊かだったし、そういう素晴らしさみたいなのが分かったのかもしれないわね。でもじゃあどうして今ではもう作られなくなってしまったのかな？それについてはっきりとした理由は分かっていない。しかしこういうことって中国ではよくあるんだ。え、そうなの？それはどうしてなのかしら？さっき中国では王朝が変わると国の名前が変わるって言っただろ？そこで変わるのは国の名前だけじゃなく、前の王朝の文化を否定する傾向があるんだ。つまり前の王朝の権力が感じられるものを排除してしまうんだぜ。ああ、じゃあ前の王朝では素晴らしいとされたことが次の王朝でなくなることも珍しくないってことよね。その通り。実際、近代でも毛沢東の文化大革命において、1966年から始まりその50年も続いたのに、古い価値観や文化は悪と言われ多くの歴史ある人員や貴重な文化財が紅衛兵によって破壊されてる。文化大革命は聞いたことあるけど、その紅衛兵っていうのは一体何なのかな？紅衛兵は全国的に組織され毛沢東に扇動された若者の集団のことだ。彼らには王義士の書だろうとなんだろうと知ったことじゃなく、中国全土にあったであろう文化財をことごとく破壊してしまったんだぜ。そんな、政治と文化は別なのに、もう少し柔軟に頭を使ってほしいものだわ。まあでもそんな中でも必死の思いで文化財を守り抜いた人たちもいる。そういうものは中国でも国全体で、残った文化遺産を保護しているぜ。それが普通だと思うけどね。でも中国にこれだけの貴重なお宝たちが残っていない理由については理解したわ。でもじゃあどうして日本に持ち出されたのか、その辺についてはわかっているのかな？それは先ほど話した遣隋使や遣唐使などが奮闘してくれたからだ。彼らは中国の美術や工芸などの技術と一緒にこれらの宝物を日本に持ち帰ってきたんだぜ。そういうことなのか。当時の遣隋使や遣唐使は貢ぎ物を運んだりするだけじゃなく、日本の文化を発展させることも重要な仕事として担っていたんだ。特に唐の時代、長安にはシルクロードを通ってインドやヨーロッパの文化も伝わってたわけだし、遣隋使や遣唐使たちは日本と全然違う文化を目の当たりにしていたんだぜ。きっと驚いただろうし感動も半端なかったと思うわ。そんな彼らは日本が今後中国より発展していくためにこれらのものを持ち帰ったんだね。その通り。しかしただ持ち帰るだけじゃなく、自分たちで作れるようになるよう努めていたんだ。今も昔も日本人は他国の文化をより発展させ、自国の文化に取り入れるのが得意だよな。確かにそうね。いろいろな文化を柔軟に受け入れるのはとてもいいところだと思うよ。そして日本は仏教が伝来してからより一層拍車がかかっていき、当時の豊かな仏教美術を目の当たりにして仏像などを持ち帰って自国に取り入れ始めた。また遣唐使の中には空海とか最澄などの僧侶もいて、中国の文化や仏教を勉強したい一心で中国に渡った人たちが日本に宝物を持ち帰ったんだぜ。中には略奪したものとかもあっただろうな。略奪？まあでもそういう時代だったのかもしれないわ。だから日本にはこんなに多くの中国のお宝が存在しているんだね。そんな中国の宝物の中にはそれぞれの時代の日本の権力者や金持ちたちが、コレクションとして集めた骨董品もある。とはいえ本来の目的はあくまでも日本の文化を発展させていくためのもの。中国の宝物たちは中国で生まれ、その後いろいろあって日本にまでやってきたってわけだぜ。中には命がけの航海を経て持ち帰ったものもあったでしょうね。日本の発展のために使命感を持って船に乗って他国の文化を取り入れて、それが今の日本の文化につながっていることを思うと感謝しかないわ。そんな日本ではその思いを現在にも引き継いで中国の宝物を大切に保管している。明治時代には古社寺保存法という法律が制定され、
これは社寺の建造物や宝物の中から歴史の象徴または美術の模範となるものを、特別保護建造物または国宝として指定するようになったんだぜ。それって指定されると何かいいこととかあるのかな？指定されると、その保存経費において国から補助が出る。国が文化財を守るのを助けてくれるんだ。なるほど。これこそ国を挙げて貴重な文化財やお宝を守っていこうっていう姿勢だね。現在もその法律はあるのかしら？残念ながら現在は廃止されているが、現行の文化財保護法では有形に限らず、無形文化財も対象として貴重な文化財を法律で大切に守っているぜ。古代の人たちが命がけで守ってきたものを現代の私たちもしっかり守らないとダメだもんね。でもさ、今は科学技術も発展してある程度何でもできるようになったけど、これまで技術が伴わない中で人々はこの貴重なお宝をどうやって保存してきたのか気になるわ。ではここからは宝物の保存についての話をしていこう。まずは宝物が保存されていた建物についてだぜ。建物って何か関係あるの？大いにある。日本では古来から高床式倉庫という建物に大切なものを保管していたんだぜ。ちなみに霊夢はこの高床式倉庫って聞いたことがあるだろうか？あるある。縄文時代からある建物で昔は米などの食べ物を保存していたって聞いたことがあるよ。その通りだ。で、この高床式倉庫の特徴について倉庫が直接、地面に接触しないように掘っ立て柱が建てられているんだ。少し高い位置に倉庫があるって感じだな。なるほど。これって地面に直接くっついていないと何かいいことでもあるの？今もそうだが日本という国は昔から湿気の多い土地でだな。このように床を高くすることで風通しを良くし、地面から上がってくる湿気を避けていたんだ。だから米や穀物など、湿気に弱い食料たちを痛みから守ることができたんだな。なるほどね。さらに日本の高床式倉庫にはネズミ返しというのが柱部分に取り付けられているんだが、霊夢はこのネズミ返しというものは聞いたことあるだろうか？あるある。ネズミ返しって確か取り付けられた平たい板で、ネズミが柱を伝って倉庫に侵入しようとするのを防ぐやつよね。その通りだぜ。高いところにあるのは他にも理由があり、そもそも集落というのは昔から川沿いに作られることが多かったんだ。これはどうしてなのかしら？シンプルに考えれば水が豊富だったからだろう。しかし水場が近くて便利な一方で、洪水などの水災害に見舞われる可能性も高くなる。だからそういう時に高床式倉庫なら水害に遭う可能性も少しは下がるわけだな。そういうことなのか。確かに高いところに保存しておけば大切な食料などが流されることも少ないと思うわ。昔の人たちは自然と共に生きていくために知恵を絞り出して工夫して生きていたんだね。また奈良県にある東大寺大仏殿にある正倉院での宝物の保存方法もなかなか面白い。確か正倉院には聖武天皇ゆかりのお宝や中国、シルクロードから伝わったものなどがあるんだよね。ちなみにどのくらいの数あるのかな？なんと9000点にも及ぶ宝物が保管されているという。さっき言った羅殿紫檀五元琵琶もここで保存されていたぜ。そうだったわね。これも高床式倉庫なのかな？そう。これはアゼクラ作りと呼ばれていて、アゼキという材木をイゲタに組み合わせた外壁が特徴で、昔から社寺において宝物などを保存する際はこのアゼクラ作りの高床式倉庫が使われてたんだ。約1200年もの間この地で宝物を守り続けてるんだぜ。そんなに長い間守り続けていたなんてすごい。でもそれだけ長いこと使われているってことは、やっぱり何か特別な仕組みとかがあるのかしら？まず材質についてだが、これらはヒノキでできている。ヒノキはすごく香りが良く、防臭、防虫効果もあり、雨風や腐食にも耐性があってとても強いんだよな。めちゃくちゃ万能じゃない。あとさっき言った通りアゼキをイゲタに組み上げているから一枚の板で外壁を作るより、むしろ風通しが良く、通気性がいいから湿気がこもらない。そのような工夫があってここまで宝物が守り続けられてきたんだ。さらに正倉院の中の宝物は杉でできたカラビツに保存されているんだぜ。そのカラビツって初めて聞いたんだけど、これは一体何なのかな？これはその名の通り唐から伝えられたお筆のことで、宝物だけじゃなく衣服や文書などを湿気から守るために用いられてきたんだ。4本または6本の足がついているのが特徴だが、足がないのもあり、それはヤマトビツと呼ばれているぜ。なるほど。このカラビツが杉でできていることには何か意味があるのかな？めちゃくちゃある。杉って湿気を吸収して温度を保ってくれる力があるんだぜ。だからこの中国からの宝物はヒノキの建物と杉の棺によって守られてきたってわけだな。めちゃくちゃ頑丈に守られているわね。だからここまで長い間腐らずに残ってきたんだと思うわ。現在は空調が完備された鉄筋コンクリートの倉庫に保管されているが、昔の人たちは木材の性質を理解して宝物を守り抜いていたって思うとすごいことだよな。うんうん。
でもさ、単純な話でいくら保管をちゃんとしていても、どうしても経年劣化してしまう部分はあるんじゃない？その辺は大丈夫なのかな？実は劣化した宝物を修復する技術があってだな。それが、これぞ日本の底力って感じの技術なんだぜ。何それめちゃくちゃ気になるんだけど、その経年劣化から宝物を守る技術についても教えてほしいよ。それは装甲という技術だぜ。これは長く保管している間、どうしても劣化してしまう宝物を修復するための技術で、もともとは仏教の経典を写経する際に使われた技術とも言われているんだ。古文書によるとすでに東亜奈良時代には装甲士や装甲士と呼ばれる職人もいたそうだな。めちゃくちゃ大昔からこの装甲という技術があったことがわかるわね。で、その技術って具体的にはどのようなものなのかな？例えば経典を書く際に使う足の染色や、紙の継ぎ足し、裁断までを行う。そもそも絵画や書画というのは季節の温湿度の変化の影響を受けやすい紙や絹を主材料とするものが多い。だから現状のまま伝わることはほとんどなく、紙や糊によって補強され、巻物や掛け軸、屏風など様々な形態に仕立てられていることがほとんどなんだぜ。なるほどね。巻物にしたり掛け軸にしたり屏風にしたりするのってどういう意味があるのかな？紙や糊裏打ちによって補強して保存するってことだな。この裏打ちっていうのは紙に刷毛や霧吹きで水分を与えてシワを伸ばした状態で、裏から別の紙を当てて補強することを言う。めちゃくちゃ繊細な技術じゃない。これは間違いなく職人技と言われる技術だわ。これは単純な技術だけじゃなく、素材への理解や知識も必要になる。だから現在では昔から職人たちが伝えてきた技術に加え、赤外線や紫外線などの科学技術を使って素材の構造まで分析するようになっているな。ただ、作業しているその瞬間からすでに劣化が進んでしまうので、現在は劣化を食い止めるためにフリーズドライ化しているなんて話もあるんだ。フリーズドライってあのインスタント味噌汁とかに使われている技術よね？その技術を宝物たちに使うの？そうそう。このフリーズドライ技術は何も食べ物にしか使えないわけじゃないし、例えば東日本大震災の津波で濡れた書類を乾燥させたりした際にもこの技術が使われているんだ。へえ、そうだったのね。まあそれで絵画や書物の素材が分かったとしても宝物はそれぞれ違うものだし、作られた時代や作者なども全く違う可能性の方が高い。だからやはりどんな時も扱い方や修復方法は様々だし、細心の注意を払わないといけないのは変わらないな。うんうん。それぞれの素材に合った製法を使わないと難しいわね。そう考えると装甲士ってとてつもなく技術力が必要だし誰でもできる作業じゃないと思うわ。現在はこの日本の繊細な技術、世界からも注目されていて、欧米の技術館でワークショップが開かれるほど人気なんだ。世界に誇れる日本の技術、それは大変ありがたい話だと思うわ。でも、改めて中国にはこれだけ貴重な宝物があるのに、それが自国にはなくて日本にだけ残っているっていうのはなんか不思議な話よね。中国の人たちが奪い返そうとしてきたら日本としては全力で阻止したいところだわ。今後もこの貴重な宝物たちを守っていきたいわね。残念ながら日清戦争や日中戦争の時に日本が不当に略奪していったと反発する声はある。もちろんそんなものはないし中国が自分たちの宝物を守る努力をしてこなかったと私は思うけどな。そうよそうよ。自分たちのことは棚に上げて日本にばかり抗議するなんて許せない。ちなみに中国では海外に流出した自国の文化財が不当手段で国外に持ち去られたと証明できれば、返還要求運動を起こすことができるとされている。もしこんな運動を起こされたら日本もたまったもんじゃないと思うぜ。そんな面倒ごとには巻き込まれたくないわね。そのためにもこれらのお宝の謎についてやっぱり解き明かすべきだと思うわ。古代のものだし、なかなか大変だと思うけど、今後も調査を頑張ってほしいわね。ということで今回はなぜ中国の重大国宝が日本だけにあるのかについて話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？中国のお宝がなんで日本にだけ存在しているのか最初はよくわからなかったけど、それぞれお宝たちごとに存在する歴史やエピソードを読み解くことが重要だと思ったわ。時間はかかるだろうけど、中国がごねてきてうるさそうだし、やっぱり早く解明されてほしいと思うわね。そうだな。今後の日本の研究と中国がどう出てくるかには注目していきたいぜ。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。